ありがうごこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天銀行デビットカード10月からキャッシュレス消費者還元での還元率やポイントなど簡単に解説ということで、まずですね、ちょっと本題に入る前に、昨日ツイッターと YouTube のコミュニティ欄でもお伝えしたんですが、本日の9月11日の20時30分、8時半からですね、YouTube のライブ配信を行います。今、チャンネル登録者数が5000人目前ということでしたので、まあ以前と同じように、まあキャッシュレスに関することを含めて、まあ1時間程度を目安にやろうと思っているので、 まあ、ぜひですね、お時間ある方は来てください。そしたら本題に戻りまして、先日楽天のクレジットカードに関しての解説をしたんですけども、今回は楽天銀行デビットカード、そして楽天銀行プリペイドカードについてピックアップしてお伝えしていこうと思います。 ということで、今回も例のごとくおさらいです。10月からの増税に伴い国が行うキャッシュレス消費者還元事業という取り組みがスタートします。これはもう画像にも出てる通り、このポスターが出てるところであれば、お店が提示する対象の決済方法で、キャッシュレス決済を行ったら2%もしくは5%がご自身に還元されるというものになっています。で、実施期間は2019年の10月1日から2020年の6月の30日までということになっています。そしたらここからお題の通り、 楽天銀行デビットカードの場合は、まあ10月からだと還元率含めて、まあどんな風になるのかということですね。まあこれまで楽天エディと、あと楽天のクレジットカードについてお伝えしたんですが、また少し違うので、まあそれも踏まえて公式ページを参照しながら解説します。今回楽天銀行に関するカードとして大きく2つタイプがあります。1つ目は楽天銀行デビットカード。そして2つ目は楽天銀行プリペイドカード。この2種類ですね。まあ順番にお伝えします。 まずこちらの楽天銀行デビットカードですね。まあざっとラインナップはこんな感じです。楽天銀行ゴールドデビットカードのビザー、そしてシルバーデビット、ベーシックデビット、あとパンダデビット、あとは JCB の通常のデビットカードということですね。 次に還元方法なんですが、こちら公式ページそのまま引っ張ってきました。まあ上にも出ている通り、お客様の楽天銀行口座への還元相当額を充当いたしますと出ていますね。なのでイラストにも出ていますが、対象加盟店にて楽天銀行デビットカードで決済をしたら、まあご自身の楽天銀行口座へ還元される分を充当するということですね。まあ充当というのは言葉の通りそれに当てるということです。これはこれで結構いいですよね。まあ直接口座に現金として入るということになるので、まあシンプ でかかりやすすいいなと思いますそして還元率は2%と5%そして一口座につき上限は1万5000円となっています。 次に還元されるタイミングなんですが、ここにも出てる通り、例えば10月ご利用の場合ということですが、10月に楽天銀行デビットカードでお買い物をしたら、翌月の25日ということで、11月の25日に楽天銀行口座へ還元相当額を充当ということですね。まあこれは25日が土日祝日でも確実に25日に入ってきますということになっています。そして2番目の楽天銀行プリペイドカードの JCB なんですけども、こちらに関しては先ほど お伝えした楽天銀行デビットカードとほとんど似ています還元方法としては対象加盟店にて楽天銀行プリペイドカードで決済をした場合はプリペイドカードのバリューに充当しますこちらも同じく一口座につき上限は1万5000円となっていますそして還元されるタイミングですがこちらも同様に10月で利用した場合は翌月の25日のプリペイドカードのバリューに充当されますよということですね まあそんなこんなでちょっと駆け足だったんですけども、今回は楽天銀行デビットカード、そして楽天銀行プリペイドカードのキャッシュレス消費者還元についてお伝えしました。まあこれまで楽天エディや楽天のクレジットカードについてお伝えしたんですが、思ってる以上にシンプルで把握しやすいイメージでした。まあ楽天エディだったら還元された分を別途ファミポートとかに行ってもらいに行ったりとか、まあ楽天のクレジットカードだったら通常の還元とは別にポイントが入ってくるなど、まあちょっと把握するのが厄介なイメージだったんですけど、 楽天銀行デビットカードは結構いいですよね、まあ、他の銀行のデビットカードもまあ同じようになればかなり使い勝手に関してはまあ良さそうな感じはします一応下の概要欄に今回お伝えした楽天銀行デビットカードについての公式ページのリンク貼ってますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました